昔、ここには米作りに長けた村があった。しかし、日照りにより食料が枯渇し、ひどい飢饉で村人たちは全滅したのだという。その様子を事細かに記した内容は、まるで地獄絵図のようだった。視線を感じたアリスが振り返ると、そこには赤い傘をかぶった地蔵があった。赤い傘、地蔵、泥のついた。そういうことだったのか。アリスは地蔵に近づくと、ついた泥をそっと拭う。あなたたちなんだろう。ピノキオの目には地蔵がかすかにうなずいたように見えた。どういうことなんですか。この地蔵は全滅した村人たちを供養したもの。村人たちの魂は成仏できなかった。つまり地爆霊ですか。多分夜になると地蔵から抜け出した魂が動物の姿を借りて田んぼに来ていたのだろう。イバラが本に触ったせいかしら。夢の中に村人たちが出てきたわ。お米をたくさん作ってたくさん食べたいって。そっか、手伝ってあげたいな。なんとか生き残れたみたいだね。アリスたちは疑心暗鬼の方針を無視して昼も精力的に働くことにした。その気持ちを感じ取ったのか、動物たちの姿を借りた地爆霊たちも次第に昼から田んぼに来るようになった。もう少し腰を落とすと楽だぞ少年。こうですか。アリスはおにぎりの具何が好き。鮭。そろそろご飯、起きて茨姫。いい匂い、起きるわ。ほのぼのとした空気が田んぼを包む。村人の霊とアリスたちは稲作を通じて不思議な絆を深めつつあった。